皆さん、こんにちは。本日は、桐蔭学園中等教育学校のオンライン説明会にご来場ありがとうございます。今日は、教学2年目を迎えた桐蔭学園中等教育学校の学校生活についてご案内いたします。中等教育学校は、男女共学の2年目を迎えました2019年4月に共学化し、私の感想を申し上げると、とても明るく楽しい、そして温かい雰囲気の学校に生まれ変わったと思っています。今日は説明の中に生徒からのメッセージ、動画をたくさん用意しました。では早速、中等2年の生徒の学校生活全般についてのコメント、こちらをご覧いただきたいと思います。僕が桐蔭のここが楽しいと感じるところは、学校の設備が整っており、広々としたグラウンドで、のびのびと部活動ができるというところです。また、アフタースクールと呼ばれる放課後の活動では、授業では体験できないようないろいろなプログラムが用意されており、豚の解剖をしたことが印象に残っています。私は桐蔭学園小学部出身で、はじめは受験して入ってくる子たちとうまくやっていけるか、とても不安でした。でも、すぐに仲良くなって、楽しい学校生活を送ることができています。また、学園祭など、様々な行事で仲間と力を合わせて、一から作り上げていくことが、とても楽しいです。今、生徒が話してくれたように、学校生活がとても楽しいと話してくれる生徒が非常に多いです。お互いを認め合って尊重する。こういった文化が徐々に醸成されていって、温かい雰囲気ができていると、そういう雰囲気を私は感じています。今日はですね、私がいつもホームルームで語りかけているような感じで皆さんにご説明をしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。そもそも中等教育学校というのはですね、6年一貫の学校です。この動画をご覧いただいている方は皆さん中学受験をされている方ですので、桐蔭学園中等教育学校に入学をしていただきます。もう一つ、桐蔭学園高等学校というのはありますけれども、こちらは高校受験で受験する3年制の学校です。今回動画をご覧いただいているのは桐蔭学園中等教育学校6年一貫です。6年間約300人の生徒が、メンバーは変わらずに6年間を一緒に過ごします。6年間という長いスパンがありますので、生徒の成長をゆっくりと感じながら、一緒に、そうですね、生徒と一緒に我々も成長していけると、まあ、そういうふうに考えてますので、日々、生徒との生活を私も十分楽しんでいます。桐蔭学園の6年間を整理というところで、この3年間というところが出ますね。桐蔭学園高等学校、こちらは3年間の学校、花園に行くラグビー部、甲子園に出場する野球部などが有名な桐蔭学園高等学校ですが、桐蔭学園中等教育学校、私たちの学校、こちらはゆっくり成長、様々な体験、こちらを主眼としています。学力の氷山モデルというものをご覧ください。知識、技能、これは見える学力。学習内容に照らし合わせますと、例えば知識、漢字とか計算力とかそういう基本的な知識、スキルのことを指します。もちろんその部分を育成することは私たちも大事だと考えていますけれども、その下支えをする思考力、判断力、表現力、さらにその学びに向かう力、人間性という、その見えにくい学力をさらに支える見えない学力。これは私たちは自己肯定感、自分のことをしっかりと信じて、自分のやる気をこう自分で起こすことができる。そして他者と承認し合いながら自分を高めていくというような力を主眼に置いています。ですので、今までは確かに知識技能桐蔭学園はそこを重視してきました。ここを重視する姿勢は変わらずに、さらに下の氷山の大きい部分ですね。ここを支える部分を育てていきたいと思っています。今日はこの教育の3本柱プラス1という形で教育のコンテンツをお話ししていきますが、すべてが先ほどの氷山の下の部分、ここから育て上げたいと思っている点にぜひご注目いただきたいと思います。さて、アクティブラーニング型授業というふうに書いてあります。これは
桐蔭学園の授業でアクティブラーニングという授業があるわけではありません。週に1回アクティブラーニング、そういうような科目があるのではなくて、国語、数学、もちろん英語から体育に至るまでアクティブラーニング型で授業を行っているという意味です。このアクティブラーニング型授業、私たちは一人一人が確かな学力をつけられるために、まず授業の前半、冒頭の部分では目標、この授業で何ができるようになるか、それを共有した上で、まずは個の学習、ここは知識、技能に相当する部分です。そしてその後に共同、お互いに話し合ったり、発表したりしながら、なるほど、ここはお互いにこう学ぼうとする気持ちが大事になってくるところです。でさらに最後に、その個に戻って、振り返りをして、あ、今日やるのはこういうことだったのかと。そして、目標が達成できているかどうかを振り返る。そして、それに対して先生がフィードバックをしてあげる。あ、こういうところに気づいたんだ。よかったね。そういうようなことをしてあげるという形を作っている。でこちらがアクティブラーニング型授業です。では、生徒の声を、アクティブラーニング型を授業を受けてどう思っているかというのをちょっとご覧ください。桐蔭の授業は、スクリーンや iPad を主に使うので、先生が黒板に書いたりする時間が省け、授業に必要なことに集中できる効率の良いものになっています。また、他の人の意見を自分の iPad で一目で見るということも可能です。授業では、それぞれの専門の先生方が、教科書に載っている基本的な知識だけではなく、専門性が高いところまで教えてくださるので、楽しみながら深い学びをすることができます。はい。というように、生徒の感想を聞いていただきましたけれども、画面見てわかるように、授業中にはペアワークをしたり、発表したりという機会がふんだんに設けられています。ところで、3月からコロナウイルス感染拡大の影響により、本校でもオンライン型の授業が続いています。この6月現在もまだ続いているんですけれども、その様子をちょっとご覧いただきたいと思います。生徒が、先生から送られてきた授業を受けている様子、そして私が生徒から送られてきた課題をチェックして返却をしている様子というものをご覧いただきます。どうぞ。Interesting, boring, tired, busy, nervous, happy, play a video game, study for an exam, send an email, talk on the phone, surf the internet, take a bath, take care of plants, sleep.はい、これで生徒に返却が終了です。はい、ご覧いただいた動画では、まず3番目の授業担当教員とのやり取り質問。こちらが ③ というふうに出ているかと思いますが、これは 1、2の部分は、学習計画を立てて取り組むという部分で、3番目、教員とのやり取り、これはわからない部分とかがあったら、ロイロノートというアプリを通じて質問をすることができます。そして先生のところに最後に課題を送って、その日の授業、その一つの授業が終了というふうになります。そうすると今度は私のところに生徒からの課題が送られてきます。私、英語の担当ですので、多くの授業では音読の課題ですね。生徒はこのように iPad に向かって音読を吹き込みます。そうすると、その日の授業でやったことがきちんと習得できているかというのもこちらは判断することができます。私は音読を聞いて、あ、よくできている。チェックをして返却をすると。それで生徒は返却されたものを見て、あ、今日はうまくいったんだなというものがわかると。これが1日6回あると思ってください。このような形でオンライン授業を進めています。私たちもまだ試行錯誤しながらなんですけれども、かなり生徒にとって学びの機会、学びの
やり方をですね、きちんと提供できているというふうに考えております。次にですね、探究というものをご覧ください。探究括弧未来への扉。私たちの学校では週に1回探究という授業があります。これは未来への扉という授業名をつけて、課題を設定して情報を集め、整理分析してまとめ表現をするというサイクルを勉強するものです。1年生の時には去年はいくつかのテーマを扱ったんですが、この発表会に焦点を当てますと、偉人伝、自分が尊敬する人にフォーカスをして、その人についてのその生涯、そして自分がどういうふうに考えているか、そういったものを8枚のスライドにまとめて、ポスターセッションで発表という会を行いました。発表会ですので、友人たちに対して発表するというのもありますし、保護者の方にも参加していただいて、スライドを見てわかるように、皆さんの前で、何人かの前で自分の発表を大きな声で行うというものを行いました。これは生徒たちの学ぶ姿勢ですね。自分で調べて発表するという姿勢を育成するのに大いに役立ったと感じております。続いて、キャリア教育です。私はこうありたい。当院のキャリア教育ではですね、自分はこういうふうになっていきたいというものを言葉にして発表することによって、そこに向かう道筋を自分で意識するということに主眼を置いています。例えば、1分間スピーチ。これはみんなの前に立って、お題に沿って大きな声で1分間スピーチをする。終わったらみんなが拍手でしっかりと承認をする。そういった活動を入学以来行っています。もう一つ、90秒ティーチャーというのをこのオンライン授業の期間中に行いました。ではまず動画を一つご覧ください。私はバイオリンの弦について説明したいと思います。弦の特徴について説明します。弦は太さや長さによって音の高さが変わります。太さは太ければ太いほど音が低くなります。細ければ細いほど音が高くなります。長さは長ければ長いほど音が低くなります。短ければ短いほど音が高くなります。それでは実際にバイオリンで試してみましょう。バイオリンには4つの弦があります。一番右が一番細いです。一番左が一番太いです。では太さについて確かめてみましょう。確かに太さによって高さが変わってきますね。では次は長さについて確かめてみたいと思います。指を押さえて長さをどんどん短くしていきます。確かに長さによって高さが変わってきますね。皆さんコロナに負けないで頑張りましょう。これで終わります。ありがとうございました。こちらの動画はバイオリンが得意な生徒が自分の技術を皆さんに紹介するというものです。他の人にも分かりやすいように基本的なことをきちっと説明するというところに主眼が置かれている。このように自己表現がきちんとできるようになっていくというのはキャリア教育の主眼の一つであります。また15歳のグローバルチャレンジというものが見えるかと思いますが、こちらは3年次のプログラムです。私たちは3年生を世界に目を向けるという時期として捉えています。まず探究の授業、先ほど説明した探究未来への扉週に1回ある授業の中で、模擬国連部の活動を取り入れた授業を行う予定です。これは個人個人が1年間ある国の大使に扮して、その国の問題、あるいはその国と他の国との交渉などを重ねながら世界の在り方について考えていくプログラムです。当院の模擬国連部は、これは後期課程4、5、6年ですね、の活動となっています。主に3年生の後期あたりから活動に参加ができることになっていますので、こちらは当院の看板、中等教育学校の看板クラブの一つでございます。また、3年次予定しておりますのは、フィリピンへの語学研修、2週間の語学研修です。
こちらは講師とのマンツーマン授業、そして異国の文化を学ぶという充実したプログラムを予定しています。ですので、この2つのプログラムですね、15歳のグローバルチャレンジ、フィリピンの語学研修、この2つで世界に目を向けていくというところに、私たちのプログラムが考えているところです。アフタースクールという言葉、こちらはですね、放課後の様々な活動の総称をアフタースクールと言います。ですので、部活動もアフタースクールの一つになります。部活動は週に3回を活動日としておりまして、それ以外に後ほど紹介しますグローバルラウンジでの活動、あるいは仮説実験講座のような先生が企画する多様な講座、このようなものに生徒が自由に参加するということで、放課後の活動の充実を図っています。3番目の2019年度に実施した企画講座の例ですが、大変多くの生徒が様々な企画に参加しました。ちょっと右側の上の写真見にくいですが、これ豚の内臓を解剖しているところなんですね。まあ、ちょっと豚の内臓をですね、見せるのはちょっと忍びないということで、ちょっと画像がちっちゃくなっているんですけれども、多くの生徒が参加して、写真に撮ったり、ビデオを撮ったりして、実際にね、手袋をつけて内臓を触ってみたり、切ってみたりということをしてみました。また、右下の写真ですけれども、これは先輩たちとの交流ですね。先輩が得意としている、これはプラ板制作ですね。キーホルダー作り体験を先輩と一緒に行うというものです。ちょうどこのような体験をした今の2年生ですね、が上級生になりましたので、今年入学した1年生にどんどんいろんなことを伝えていってほしいと私も感じています。また、保護者が講師になって、自分のされているお仕事ですね、に関する講義をしてくださいました。このような様々なプログラムがアフタースクールにはあります。また、学習支援においても、これはアフタースクールの時間を利用して、補習的なものですね。特に1、2年生の段階では基礎的な学力の充実、ここに主眼を置いていますので、少し苦手な部分がある子、演習をもうちょっと必要とする子にをターゲットにしてですね、私たちも下支えをしっかりしていくという気持ちを持っていますので、1、2年生のうちは基礎充実のためのフォロー学習が中心であるというふうにお考えください。ではですね、アフタースクールで出てきたグローバルラウンジの活動をご覧いただきたいと思います。グローバルラウンジのラウンジマスター、まず先生からのメッセージをご覧ください。Okay, I'd like to introduce the fantastic global lounge you can see here at Toin Gakuen. This is a place for the students to relax and have some fun in this great atmosphere. We've got different board games in English that you can see here.Also, we have a variety of different events, such as cultural activities like Canada Day, where the students can learn about a foreign country. We also have different parties, like Christmas party, Halloween party, Valentine's Day, and other types of activities. Also, after school, we have movie nights, where the students can watch movies in English. And the students are free to come here at lunchtime and eat their bento and watch music videos, things like that.One of the big factors about the Global Lounge is that it's actually the students that are in charge of running the lounge. So they work very closely with me to help put on different events here. So we hope you can come and have a good time here. Hey, Merry Christmas! Happy Christmas! Merry Christmas!今回の狙いは、みんなが楽しめるように、あと英語もその、楽しみながら学べるっていう。お、ナンバー3。Please take number 3. Oh, number 1. You got number 1. The biggest.ご覧いただいたように、ラウンジでの楽しいクリスマスパーティーの映像でした。まあ、このように、ラウンジではいつも笑顔が溢れていて、私も英語科担当でグローバルラウンジよく利用するんですけれども、生徒の笑い声がいつも聞こえる楽しい空間です。
部活動について紹介をいたします。26の文化部、そして22の運動部がございます。こちら動画をぜひ止めていただいてですね、どんな部があるのかなというところをご覧いただきたいと思います。一点注意していただきたいことですけれども、桐蔭学園中等教育学校は後期課程においては高等学校とは別組織、この後期課程というのは中等4年から6年のことを指します。いわゆる高1から高3の段階なんですが、この段階のチームは桐蔭学園中等教育学校という団体で出場しますので、野球、ラグビー、サッカーの強い桐蔭学園高等学校とは別の組織で大会の出場も別になっているというところをご注意ください。最後に2021年度の中等教育学校の入試日程の予定を掲載してございます。2月2日の午後の入試では特別小学生選抜入試となっています。詳しくは学校説明会ホームページをご覧ください。学校へのアクセスについてご説明いたします。小田急線側を利用の方は町田方面からいらっしゃる方は柿生駅、上り戸方面、多摩センター方面からいらっしゃる方は新百合ヶ丘駅の利用をお願いしています。また田園都市線側は長津田方面からいらっしゃる方は青葉台駅、溝の口方面、あるいは市営地下鉄ブルーライン方面からいらっしゃる方には、あざみ野駅の利用をお願いしています。あざみ野駅、新百合ヶ丘駅からは、バスでもみの木台というバス停をご利用いただき、そちらから徒歩で桐蔭学園へ来ていただきます。本日の説明会についてご質問がある方は、学園公式ウェブサイトの右上、お問い合わせのフォームからご質問ください。また、桐蔭学園では様々な媒体で情報を発信しております。月に2回定期的に受験の情報をお届けするメールマガジン、また、公式 Facebook、公式 YouTube などでも情報を発信しています。ぜひご覧ください。最後に、在校生から受験生へのメッセージがございます。こちらをどうぞご覧ください。以上で、教育内容の説明を終了いたします。ありがとうございました。桐蔭では、新しい出会いや新しい発見がたくさんあります。勉強を頑張り、入試を乗り越えて、一緒に桐蔭学園で楽しい時間を過ごしましょう。今は世界が大変な状況で、いつものように勉強がスムーズにいかないことがあるかもしれませんが、桐蔭学園では楽しい経験や自分自身が成長できるチャンスがたくさんあります。また、もし何か困ったことがあれば、先生方が親身になって話を聞いて背中を押してくださるので、私たち生徒は安心して前に進むことができます。皆さん、ぜひ桐蔭学園にいらしてください。
ー